春爛漫というテーマで、料理の箇所箇所にその春の行事だったり、春のお花だったりそういうのをイメージして一応作りました。自分の料理を食べてもらった人が、幸せになってくれたらいいなと思って。こちらの作品のテーマは春出会いというテーマになっております。出会いというのは、こちらのメインと前菜を周りを編んで、人と人との結び合いをイメージしました。あとは色合いを春らしくして、それで、はい、作りました。はい、中華のイメージが一番こうバッてくるのが華やかなイメージがありますので、主に高級感をテーマに作らせていただきました。真ん中の鳳凰ピンパンなんですけど、羽の感覚を統一したりとか、地味なんですけど鳥の体の部分を作るのに、本当にどうやって鳥のこの毛をイメージするかっていうのを考えながらやったので、そこが一番苦労したところです。ウェディングで、ウェディングといいましても、ハワイのイメージ、ハワイの感じのイメージとか、結婚式のイメージとか。ケーキは料理と違って絶対に必要ってわけじゃないと思うんですけど、すごいケーキがあるだけで人を笑顔にさせたりとか、そういう面で人を幸せにしてくれるものだと思います。自分の今のレベル、力を知ってもらって、でそれをより高いものを目指してもらって、本当にあの料理を愛してもらって、やっぱり我々は人に喜んでもらうのが仕事なんで、本当に人が喜んでもらうことが我々の喜びだと思いますから、その喜びをですね、たくさん与えてあげて、いただければという願いがありますね。